よろしくお願いします。お願いします、はい、どんな感じですか。20年ぐらい20年ぐらい、うんうん、ずっと同じ美容師さんにずっとやってもらってて、うん、で、まあ、ロングにしたりショートにしたりの、うん、かっこいいですけどね。ずっと繰り返しだったんですけど、うん、で今年の1月かな、うん、だで夏になるとショートの時って流し、うん、あの動き出したいから、うん、結構パーマかけたりしてて、おなるほど。で1月かな、はい、1月今年の1月に、まあ、パーマも取れてきたし、うん、そろそろまたパーマかなかけ直そうかなって思ってた時に、うん、お友達がすごい綺麗なレイヤージュでシルバー色にしてきたので、はいはいはい、すごいいいと思って、私もお願い、いつも言ってるところでお願いしてみたら、うん、バレイヤージュはショートだとできないよって言われて、うんうんうん、そうですね。でハイライトの方がいいんじゃないかみたいな、はいはい、で、ね、うん、で 1回その時に店頭ではないけど1月に初めてブリーチ、うん、で、まあ、ハイライトを軽く入れて、入れて、うん、で1ヶ月後にすごい退職するんですよ、うん、ですよね、うん、で結局1ヶ月経って、うん、ほとんどキンキンな感じ、思ったような色にならず、うん、シルバー色にしたから、シルバーにしてみたくて、はいはいはい、シルバーにしてくれって言ってたんですけど、うん、やっぱりこんな感じでずっとカーキー色になってて、うん、ちょうどその頃に長門さんの YouTube を見て、うん、でも絶対行ってみたいと思う綺麗にしてもらいたいと思いながら、うん、でも、ね、なかなか予約が取れなくてそうこうしてたら、そのお友達が綺麗にバレエアージュやってきた、うん、もう某ちょっとバズってる、バズってる、はい、ところに、はい、こだ、そこもでもね予約が本当取れなくて、おうおうおう、もタイミングよく取れたので、おう、そうなんですね。から時間的にその時はブリーチは難しいって言われて、そうそう、シルバーのブリーチはね、うん、やっぱね4分は欲しい、4時間は欲しいですよ、ね、そうですよね、うん、で無理って言われて、その時はとりあえずじゃあこのカーキー色を抑えてほしい、せっかく来たから、うん、抑えてもらって、で、うん、でそこから2ヶ月、うん、8月にまた予約が取れたので、うん、その時に反対を押し切ってブリーチ、うん、2回追いブリーチして、うん、でももうその時点でシルバーになってないんだけど一度も、うんうん、もうシルバーが飽きちゃってなる前にそういうことで、あ、びっくりした今日はシルバーはできないなと思いそう、シルバーには飽きちゃって、うん、でやっぱり全体的にも暗いから、うん、で自分的にはやっぱずっと茶系で来ているので、はいはいはい、どっちかって言ったらミルクティーベージュとか、うん、ホワイト、ほうほうほう、なんていうの、ホワイトピンク、要はあれですよね、あんまり寒色に寄せない感じですよね、うん、これがそう一番最初ピンクですね、うん、ホワイトピンクみたいな、でおいい感じって思ってて、でリタッチでちょうど先週にやってきてしまって、おうおう、あ、それでちょうど僕の募集があって、そうなんですよ、いやタイミングが次の日だったのでどうかなと思ったんですけどダメ元で、まあ、カットもなかなか思うようにずっと行ってないので、カットどうですか、カットが結局私ここがね、そこね、そう、いや僕もそこが気になってます、でもねこれ限界って言われたんですよ、限界、そう20年間なんか通ってる美容師さんからこっちから後ろから結構こうもう私のスタイルも分かってるし、これですよね、これすごく気になってますですよね、私の好みも分かってくれてて、はあはあ、でずっと私こうくびれハンサムショートみたいな、はあはあはあ、こうくびれさせてここはちょっとボリューム持たせて、はあはあ、でひし形でみたいな、はあはあ、でとにかくここは締めてっていうのを希望してたんですけど、うん、なかなかなんかこれぐらいが限界だよって言われて、なんか私の癖が、ああと生え癖はちょっと感じます、そう、だからここを逆にこれ削れ、はい、で前から見て、うん、ここが見えるのあんま好きじゃないんですよ、見えてますよ、これを削ったらって言ったらこれを削っちゃうとおかしなことになるって言って、うん、まあこれが限界かなっていう感じで空いてもらったんですけど、それが8月の27日、はい、うんうんうん、今日が10月12日なんで、そう、この前先週リタッチ行ったところで、はい、カットを少し後ろをやっぱ切りたいって言ったら、はい、結局バレエアージュだと長さを出したい、あの長さを出して形を出したいからあんまり短くない方がいいって言われて、うん、ほぼほぼ切ってもらえなくて、なるほど、この辺若干重いからって言っても重いですよね、気持ちついただけ、その8月の20年行ってる美容室の方ではこの前はじゃあ収まりがいいようにっつってこの辺だけちょうど見えないから、結構私耳にかけるんですけど収まりがいいからって言ってこの中だけ若干短く、もうだいぶ伸びてきたけど、もうほんと一部だけ、この辺多分短いんですよ、もっと短いのがあったはずなんだけ
ここかぶせちゃえば、はいはい、かけてもここでちょうど見えないからって言って、はいはい、かなりがっつり短く、うん、メリハリをつけていく感じですね、うん、なんだけどそうじゃないんだなっていう。そうじゃないだから20年間ねお世話になってる人なので、うん、不満っていう不満はないんですけど、ほんとここですね気になるの。昨日ちょうど YouTube 見てた時に、うん、新垣さんが、うんうん、カットでちょっと、はい、やった時、うん、これこれと思ってこの後ろなんかも首が長く見えてキリしてたじゃないですか、うん、僕もあっち系かなと思ってるんですよね。そうだからそれ長田さんならできるんだなと思って頑張ってみます。待ちに待ってOK、はい、じゃあそんな感じでいきましょうか。なんかトリートメントとかしましょうか。なんかせっかくだし、おかげさまで、はい、あのシャンプーとミストで、ああ、ありがとうございます。結局8回私ブリーチしてるんですけど、うん、思ったほどダウンでなくないですか。全然綺麗ですよ。でもこれはきっと長田さんのシャンプーのおかげなのかなと思ってるんですけど一瞬やらせっぽくなる。でもいやでもありがたいですよ、嬉しいです。はい、どうしようかな、はい、じゃあトリートメントで軽く色入れとかもします。できる色入れるぐらい、うん、なんか黄色くなってきましたよね。もう1週間しかまだ経ってないのに、うん、だいぶですよね。ホワイトピンクベージュにしてくれたんですけど、なんかベースがでも結構アッシュだなと思って。そうなんですよね、うん、確かにね、これ、うんうん、すぐ抜けそうな色ですね。でも確かに、うん、でまた2ヶ月後ぐらいにリタッチ来てくださいって感じだったんですけど、うんうん、なんでせっかくのこのハイライトっぽい感じとかバレアージュっぽい感じは残しつつ、ちょっと色入れぐらいでさらにトリートメント入ったような感じでいこうかなと思います、はい、エリアシャ任せてください、はい、もうちょっとカっていいですか。このここの三つ入りだけ、ここだけどうしてもバリカンになると厳しいかもしれない。そうですよね、あんまり入れてくる、あんまりジョリジョリさせるのは、うん、青っぽくもならない。あ、見えないです、見えないです。ここの角だなんですよね、ここ今もう浮いてるの分かります、うん、この上は浮かないんですよ。この一番下のこの強い ところがあるんですね。上向きに描いてるのかな、これです。これがもう弾力が半端ないんで、うん、ここまではもうカッチャはないと上が馴染まない、うん、まあ、カラザミ馴染むんだけどやっぱり効果が弱いんで攻めきれない、うん、一回ちょっと試してみて、まあ、触るとさらにちょっとジョリッとしますけど見えはしない、うん、その方がいいと思います。もうあとはもうほんと全て神の手にお願いします。じゃあそんな感じで、はい、いきましょう。色入れですね。今日はせっかくこの入ってるハイライトを少し黄色くなっちゃってるんで、そこの色入れっていうのをやりたいんだけど、普通のカラーって暗くしてはダメ、さらに根元の黒とのコントラストが消えてもダメっていう感じで、本当に綺麗な色を入れたいんでこの組み合わせですね。よいしょ。はい、アリミのアジアンカラーフェイスの これクリアに色がついてるタイプですね。クリアベージュ、クリアシルバー、クリアピンクに211でいきます。ホワイトベージュ系っていうのを狙っていこうかなと思います。オキシ 3% ですね。でも一発でしっかりとブリッジしててもめちゃめちゃ手触りが良くなるようにメテオを 30% 入れて、ハウタも 3g、 あとはケラフコネクタ 2g、 インフォーム3プッシュ、もう処理剤でトリートメントで色が少し落ち着くかなぐらいな感じにしようと思います。いきます。はい、はい、お願いします。ほとんど色変わらないと思ってください。ただなんかこのちょっとえぐみがあるのが分かります。えぐみっていうのがちょっとグリーンとかイエローのえぐみがあるんで、それを綺麗にできます、ね、はい、オールでいいです。普通にオールでいいです、うん、どっちかっていうとメテオを効かせていきたい感じ、うん、こんな感じでいきましょう。どうした、ニューヨーク何ですか。なんで私の T シャツの名前で呼んでくるんですか。今日はニューヨーク、この前マイアミの時もありましたね。T シャツの名前で呼んでくるニューヨーク、一個前の動画は死んでるえ、もう上がってますか。まだ上がってないです。今日の一個前の動画です。なんで多分今上がってるのも3番目だ。3個後なんて結構後だ。3週後くらいですかね。結構楽しい。ありがとうございます。楽しくいきましょう。私の T シャツのこと言ってますけど、ちゃんと自分の T シャツも宣伝した方がいいんじゃないですか。宣伝しちゃう。どうぞ。お好きにどうぞ。映るから。映るから。お酒も。お酒も。はい。可愛いですよ、全然。もう、めんどくさいな。はい、どうぞ、後ろ見てください。はい、あ、映ってます、映ってます。お酒マン T シャツ。どうぞどうぞ。いや、これ届いたら超嬉しかったもん。え、その T シャツの宣伝したいから私の T シャツをいじってきたっていうわけじゃないですか。伏線貼って。それ俺めっちゃ頭いいじゃん。宣伝つっても別に俺売ってるわけじゃないから何も入ってこないよ。知り合いですか。知り合いじゃん。好きな YouTuber です。お酒マン T シャツいいよね、これもう
届いた時すごい嬉しかったです、うん、かわいらしい、かわいいというかいいですよね、でも、うん、これを宣伝したいからお前のニューヨークにしてきたんかなとすごい、もう台本みたいじゃんそれなんかお酒まの T シャツ持ってきたんだって、うん、あ、そうですかやめろ恥ずかしいでもいろいろ見ていただいてありがとうございます、うん、そうで薬剤とか説明してたりとかするじゃないですか、うち生前うちの父が美容の卸をやっていたので、はい、結構有美野さんとか、はいはいはい、滝川さんとか、お薬剤は有美野、で私小学生ぐらいの時なんかは結構その有美野さんのモデルみたいな、はい、そうなんですね、うん、高田の馬場ですよね、高田の馬場です、うん、この間セミナーしました、もう夏か、夏です、うん、よくちょいちょい行ってました、すごいですね、すごいですね、はい、自分も美容師かなって思ってたんですけどはいはいはい、行かなかったです、行かなかった、変な世界ですからね、どうした今は楽しいし、うん、全然いいんですけど、多分エリの人生をもう一回高校生ぐらいからやり直したら美容学校には行ってないと思います絶対行かないと大学行くわと思います、私美容学校どうしようと思った時にちょうどエステが、エステが出始めてっていうか、はいはい、なってきた時に、うんうん、ちょうどその滝川で、滝川で、はい、エステティック学院を作って第一期生でやってみないっていうので、すごい、すごい、そう、もうでも本当にそれも8丁目だったんですよ、おほうほう、今ないのかな、資生堂パーラー、資生堂パーラーはあります、あれの真裏に学校があって、まあ、学校というかビルの中の、うん、そこに通ってましたね、1年間だけでしたけど、すごい、すごい、だから髪の毛じゃなく私は肌をいじる方に、あ、いいですね、でも行きました、楽しいですよね、だって楽しいです、僕も多分生まれ変わってもこれやると思うんですよ、あ、でも私もエステやってた時は、うん、なんか自分の転職なのかなって思うぐらいすごい楽しかったし、うん、そうそうそう、これいいですよ、美容師って、私は何やるの、やりたいことですか、大学行きたい、いつも言うけど大学、大学何勉強してるんですか、私心理学、あ、なるほど、ね、心理学か、うん、なんかデザイン系に行きたい、あ、結構違うね全然違うかもそうなんです、そっちかそっちかみたいな、デザインか心理か、デザインか心理か、デザインって言ってもなんか服とかじゃなくてインテリとか家とかの方で、大学じゃないんじゃない、だからそっちかな、ああ、なるほど、インテリアコーディネーターみたいな方、おー、うん、そうすごい、大美容師にはならないもし将来子供ができて美容師になるって言われた時ちょっとどうしようってなりますもんね大変だよって言いたいどうするって大変だよ、大変だよってなりますもんね、おすすめしない、あんまりなんか同じ道を辿ってほしくはないですね、生まれ変わっても美容師やると思うけど、美容師1年目だけ飛ばしたいそれは無理、1年目、生まれ変わってこの知識と技術を持った状態でアシスタントやりたい、なんですか、前世の記憶を持ったみたいな、いやだって1年目はきつかったよね、わかる、1年目はしんどいですよね、なんかご飯の買い出しとかも行くんですよ、うん、なんか基本雑用だけじゃないですか、そうです、ね、床履いたりとか、あとはもう本当にパーマのヘルプして洗い物として、うん、シャンプーができるようになって、でもまあとりあえず朝先輩たちのご飯を買いに行くんです、でも意外にサボれるんですよ、はい、サボれるけど、うん、なんかこだわり強めな人とかもたまにいるんで、うん、なんか結構上下関係超厳しかったです、うん、でも俺だからもう普通にこうやってバーって最短ルートで行って、うん、ちゃんと戻ってこなきゃいけないんですけど、うん、たまに普通にサラダ落としちゃった時とか、サラダ落とす、まあ、あんまなかなかないと思う、サラダ結構袋こんなんだから一番上に乗っかってて、はい、この上からポロンとしてバーってなった、あ、でもこれ戻ったら絶対間に合わないなと思って、どうするんですか、拾うんですか、うまいこと拾う3秒ルール3秒、絶対3秒に立ってますしかも道路でちゃんと盛り付けて時効もう前だ、だいぶ前だ、これは時効だと思う、大体1年目1年目で、だって、なんとか、いや、アスファルト、大都会だから、いや、でもアスファルトでもないそれはやったことないですね、やっちゃう、そうそうそう、買いに行きますもん、もうちょっと同期に連絡してもらえて落としちゃってそう、いや、今思うとすごいことしたんだ、だから、そんぐらい罪悪感があるから今でも覚えてる、だって、私はその先輩のサラダ普通に嫌だいや、その罪悪感があるから逆に、その上になって大きいサロンに勤めて買い出しとか頼むじゃないですか、若い子とかに、
頼んだ時にこの俺のサラダ一回落ちたりしてねえかなとか思いながら食うわけよ自分のしかも俺だ買い出しに関してめっちゃなんだろう優しいっていうか結構全然こだわりも言わないしだからそれは多分だってサラダをそのままやられたりしないようにちゃんとあでもサラダだったからよかったのかな、うん、ご飯もんだったらあでも食わしてそうですけどね拾ってだって間に合わないんだ間に合わないと怒られるまあでもそんな誰にもありますよねいやサラダ落としてそのままなんかお茶を盛り付けて先輩に出すっていうのは多分ないと思うなかなかないから食べてたかわいそう、はい、女性の怖い先輩でした分かっちゃうよね分かると思うもうでも時効ですよねもう時効ですよ多分あんたなんだよそれなりに人数いたらそんなこんなちょっとヒートキャップ怖いなではどんどんそういう上下関係系も少なくなったんじゃないですかね買い出しなんてシステムもうないんじゃないですかなあどうなんですかね、あれが当たり前で育っちゃったけど今なあんま聞いてもないですね先輩の買い出しを行くみたいなでも学校でもあったんじゃないですか結構部活でも学校あ部活私やってないんですよねパン買ってきてとかパン買ってきてなんか知られてますね全然ありますよ普通にありましたよねそうサッカー部って全然あった男の子なんて特にまあ女の子はそんなないのかもしれないけど3分以内にパン買ってくるみたいな感じですかいや時間してよなそれ漫画の読みすぎだこれで温めますはい、はい、先ほども言ったんですけど色はほとんど入らないですなんとなくえぐみが取れてふんわり柔らかくなんでかっていうと色がいっぱい入っちゃうと暗くなるもしくは黒と抜いてあるブリーチ部分の差が減っても嫌なんで、うん、なんでちょっと柔らかい色になると思います、はい、じゃあお待ちください、はい、お疲れ様でした失礼しますおー、いいと思いますよこんな感じクリアに色が入ってるっていうあのアジアンカラーの色すごく綺麗なんでかなりおすすめですなんとなくわかりますかね、はい、少しピンク地味自体は多分シャンプー台で流れちゃうんですけどそれがうまい具合にホワイトに残ってくれると思います、うん、でトリートメントメテオのトリートメントがかなり効いてブリッジしてても手触りのいい感じってなります、うんはい、じゃあこれアクアですねアクアの、ケラフェクト希釈なんでしっかりと栄養フォークを捨てる CMC 入れていきましょうでシャンプー台で、いつものヘマヘマの後処理ですねヘマチンの後処理してマデラのジャックエッジでペーハー調整してエンジリンスシャンプーって感じですねでその後に最後アフターカラーフォームゼロしてノットシャンプーインフォーム混ぜてシャンプーして終わったらアリミのコアミで最後の4番やる前にリトルのキトさんキトキトですねをやってもらいますよしいい感じですね岩崎さんのシャンプーも楽しみだったああ岩崎シャンプーお願いします口上手で気持ちいいってお願いしますアドルが上がった元ヘッドスパ希望ですからね今もです今元じゃなかったなんで勝手にそんな終わらせたんですかヘッドスパリストになりたいいつでもモデルやりますありがとうございますじゃあこれで流しましょう、はい、お願いしますよし行きましょうお疲れ様でしたはい色もはい、わかりますちょっと白っぽくなってる感じ、うん、透明感ってやつですね、はい、ちょっとどうしてもねえぐみ出てたんで、うん、それを綺麗にできたかなと思いますさあショート、はい、行きましょう重たいですよねなんか多いんですよね、うん、あここがそうですね少し短い感じ、はい、OK です毛は細めなんだけど多い、うん、量多いから、うん、ちゃんとメリハリを作ってあげないとダメですね、うん、結構すいてもらったりもするんですけど伸びるのも早いので伸びるのも早い、はいはい、じゃあそんな感じで襟足いい感じにしていきますねぐっと下向いてくださいちょっとそのまま大変ですけどでちょっとだけプリマ入れますはい、じゃあカット解説いきます。じゃあ先ほどの感じですね。あのカウンセリング時にあったピタッとメリハリのあるショートいきます。でここだけはどうしてもカットでうまくいかないんでここまでちょっと取ります。これだけでピタッとしてくれるんでこっちも逆もそうですね。これくらいあんま範囲広すぎるとあれなんですけど少しここまではタイトになるようにしましょう。はい、そしたら襟足が長くて前から見えるっていうことだったんでこっから先は短いんでいつもだったらこっち側切るんですけど少しこの指の上をでつまんでレザーカットつまんでレザーカットここをシザーでいっちゃうと絶対ボケないんでレザーでいってくださいつまんでこのアウトラインのレザーの使いはしっかりと覚えておいた方がいいですねこういう感じ今日の一番の肝なんでこの襟足がここがしっかり切れてるかどうかで変わってきますよいしょ OK そしたらシザーでちょっとブロッキングを1個上にして襟足の部分この部分が締まっていくようにしっかりと段入れていきます
で、トップのレイヤーはそんなに切るつもりないんで、こんぐらいしっかりとタイトになる。こうして、1個後ろに引く。後ろにダイレクション持っていって、しっかりとレイヤーが入る。そうするとこう、馴染む襟足になってきます。これがね、できてるできてないでだいぶ変わってくるんで、そうですね。そしたらこういうちょっと長いところは、今度はアウトラインにかかるところはレーザーで。ですね。逆もそうですね。よし。後ろに引いて、で、ちょっとレザーで削る。基本的には、この場でセニング入れちゃいます。この場で、この重い、ここですね、三つ襟のところ、ルーツセニング。まず、できる限り、ここのパワーを落としとく。基本ウェットでセニング入れること僕少ないんですけど、このショートの襟足に関しては、ある程度完成させちゃった方が、ウェイトコントロールしやすいんで。でいつも言うんですけど、この一番下、アウトラインのところの一番下を産毛みたいにしてあげる。そうすることによって、ダブルバングとかと一緒なんですけど、すごい肌なじみが良くなる。こういう感じで、肌にすごい馴染むようになる。で、またこっちのルーツセニングですね。で、耳後ろも取っちゃう。この、要はへこましたいところはしっかりと、セニング入れちゃいます。トップとかはね、そんな、セニングで攻める感じじゃないんですけど、ここはね、しっかりと攻めないとメリハリのあるショートっていうのになりますね。こういういい感じの切り足になるんじゃないですかね。はい、じゃあ次のボタンですね。トップは長い方がかっこいいかなと思うんで、基本はこのままいきます。で、下段からの流れで行くんで、そんなにもう上の方は切るとこなくなるかなと思います。なんならトップちょっと短いかもと思ってます。後ろにダイレクションかけて、ここが一番タイトになるように、後ろにダイレクション、逆サイドも同様ですね。こうです。そうするとここボンノクボンのところにしっかりとした丸みのあるボリュームができて、そこから首に馴染んでいく、首が綺麗に長く見えるっていうポジションですね。はい、マシュマロ見てください。よし、はい、ってことで上は引き続きな感じでいきましょうかね。多分切るとこないかな。あ、でもちょっとありますね。この下段からの流れでいきます。で、ここからはかなりちゃんと後ろに引いて、前下がりのショートになるように、後ろに引きます。前に行くほど長くなるように。で、トップ、トップもちょうどこのボンのくぼにボリュームが来るように、はい、引いて、で、先ほどまっすぐになってるっておっしゃってたんで、ちゃんとこの一番トップのとこから前に下がっていくような流れのある感じにしたいんで、後ろに引きます。後ろに引いて、こうですね。こういう感じのタイトショート、いいんじゃないですか。逆いきましょう。で、切ったら後ろに引く、引いて前下がりのラインが出るように、はい、そしたらサイドですね。はい、このまま行きたいんですけど、ちょっとこういうところをきれいに整えたいんで、ただアウトラインはしっかり切ってあげた方がいいんで、でもアウトラインはぼかしたいレザーの出番です。この指の腹で、ここでラインを作る。これは大まかでいいです。どっちにしろ上切っちゃう。そしたら、イヤートゥーのところに全部集めて、アウトラインから後ろのレイヤーにつながるように。で、スライス取ったら、はい。こうですね。ブリッジしてみるのはちょっと動画ではカットライン見づらいかもしれないですけど、しっかりとイヤートゥーのところで集めて切ります。そしたら上段も、上段簡単ですね。下段の流れ、さらにイヤートゥーで全部切る。で、色が若干ホワイト味が出たんじゃないかっていうのは動画でわかりますか、岩崎さん。わかりません。カメラマンの腕が悪い。じゃあ下向けんな、下向けんな。それお前の足だよ、足。かわいい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 足じゃない、みんなが求めてる。謝ってください。ごめんなさい。はい、いきますよ。はい、逆サイドですね。同じくアウトラインを切っていく。で、まあ、左右対称になるように。で、こう、前下がりですね。前下がりになるように。で、逆と一緒ですね。イヤートゥーンとこに集めて、まあ、カットしてる量はほんのちょっとなんですけど、全然その、いらっしゃった時とのメリハリが全然変わってくると思うんで、そこら辺ね、ご注目していただければいいかな。
思います。同じくイヤトゥーこうですね、引いて、はい、でこの後ドライカットですね、引いて切るとこない、よし、トップも切るとこない、ナイス、OK、じゃあこれで乾かしますが、ノットミスト愛用してます、はい、ありがとうございますギリギリタイヤ、まあリンクオイルですね、愛用してます、ありがとうございます前から襟足見えなくなったの分かります、分かります、そう、すごい、はい、限界無理と言われていたのいや言いたい気持ちも分かれてもそうでも、もうちょいドライカットするんですけど、そうするとさらにいけるかなと、やっぱね、本当にショートはかっこいいところと柔らかい丸いところ、それを作んなきゃいけないんで、それをいきますね、よいしょ、お疲れ様でした。さあ続きいきますね、襟足見えてません、乾かしても、うんうん、重いですね、そしてまだ軽くします、はいはい、で基本的にはこのまず耳後ろとかのところはまだまだセーニングでいけちゃいます。ここら辺はねしっかりとタイトに押さえていきましょう、量をしっかりと取る、うん、このいい感じに入っているハイライトたちをきれいにうまくつながるように、首のところはラインにならないようにしっかり肌になじむようにセーニングをうまいこと入れていきましょう、はい、ピタッといったら、こっから先はこのハイライトがきれいに出るようにドライカットいきます、はい、ドライシーザー STR の出番ですね。でまず横から先はもうショートなんでこう軽くするっていうのはないんですけど、ボリュームポイントを見ながら少しずつ量を取って、もちろん取りすぎて丸さがなくなるのはダメなんだけど、ある程度取るとこは取る、取らん、残すとこは残すっていうメリハリを作ってあげてください。よし、こうしてこれ大体まだ重いですね。さっきモデルさんもおっしゃったんですけど、細いんだけど量はあるっていう感じなんで、しっかりとでこの耳のところに透け感が出るぐらいまで量を取ってあげた方がいいですね。よし、でも本当にこんだけブリーチしてるとは思えないぐらいサラサラです。ですよね。さすがです。いや、ホームケアがいいです。ありがとうございます。オールかな？全部使ってる。全部使ってる。ケラフェクトだけ使ってないですか？新しいやつ。ケラフェクト新しいやつ。まあ、あれも使った方がいい。ブリーチには相当いいですね。シャンプー流して、ケラフェクトの原液、結構水っぽいんで難しいんですけど、ニプッシュを髪になじませて、そうするとめっちゃギシギシになるんですね。ギシギシになるし、めっちゃ臭いんですよ。だけど、要は本当にケラチンっていう髪の主成分の原液、しかもそれが活性化されてて中の自身のケラチンにくっつくようになってる、それがしっかりと揉み込むとめっちゃ硬くなるんで、その上からトリートメント、流さない、流さない、うん、でその後時間を置く、まあそんな置かなくてもいいです、うん、で流してもらうだけ、流さずトリートメント、流さずトリートメント、そう、流さないでトリートメントして、でそっから流しですね。毎日使って大丈夫？それね、実はあんまり強力すぎて3日に1回がおすすめです、うん、毎日使うとどうしても髪の毛が硬くなる、うん、でインフォームは毎日ツープッシュ、そう、手のひらで。たまに混ぜるっていうと、あの公式 LINE の方にご質問があるんですけど、うん、ボトルに入れましたっていうワイルドすぎねえかと思ってまあ僕も多分伝え方が甘かったんだなと思うんですけど、手のひらで混ぜてください。シャンプーと混ぜちゃっていい？シャンプーと混ぜちゃっていいです。そうするとね、いろんないい面があるんですよ。インフォームって分子細分解器って言って、うん、シャンプーの栄養成分をさらに細かく砕いて髪の奥底に触れてくれる効果もありつつ、さらに浸透促進もしてくれる、うん、でさらに結合強化ですね。硫黄が主成分で入ってて、硫黄っていうのは髪の結合の一番細かいところなんで、それが毎日補給できるっていうのが大きいですね。しかも pH5.5 なんです。ごめんなさい、書いてありますよね。そう、 pH5.5 って何がいいかっていうと酸性なんです。 pH7 から下は酸性なんですけど、でうちのシャンプーってどっちかっていうと超弱酸性ぐらいなんですね。中、ほぼ中性なんですけど、これを本当にのいい感じの弱酸性にしてくれる。そうすると髪が引き締まりつつも、ノットシャンプーのアニオンっていう浸透の効果でしっかりと栄養成分が中に入ってくれるっていう、ダブルでいい効果があるんで、なんでインフォームはそのままおすすめですけど、ボトルに直接入れちゃうとちょっとなんだろう、劣化が怖いですね。そんな1日2日でダメになったりしないですけど、でも1ヶ月とかなるとちょっと怖いかな、うん、シャンプーだけでほんとサラサラになりますよね。シャンプーがやっぱ今一番自信あるんで、シャンプーの次はどっちかというとミスト、シャンプーだけでもサラサラ、そうなんです。だから大体の家のご主人とかが使って気に入っちゃうパターンが多い、うん、でなんか使用量が増えたもう嫌になっちゃうって言ってるお客さん多いです私はもう誰にも使わせて、娘ぐらいかな、あ使わせてるの使
うんじゃねえぞってもったいないもったいない本当ですよねよしいいんじゃないですかね。さらに重いところ、もうショートのカットはこう重いところを見つける能力ですね。理論がないんでその人の頭によって変わってくる。もちろんあのフェースカット、さっきのウェットカットに関しては理論があったりテクニックがあったりするんですけど、このドライカットに関してはもうセンスというか経験値ですね。センスはそんなに必要というかあれなんですけど、ここが重ければ、じゃあここの重くならないようにここを量を取るっていうのはそれだけなんで、もう本当に彫刻をしていくような形でやっていってあげると、しっかりこの頭の丸みからこの全部フェイスラインまで沿っていくような形になったと思うんですね。これが実際問題、頭の形をきれいに見せる。結構伸びてくるとこの辺りが四角になっちゃうんですよね。そうなんですよね。だから基本的に四角くならないように、よし、まあ、ショートからショートなんで超劇的変化っていうのはあれなんですけど、かなり多分今真正面から見た感じはここら辺はあんま変わってないんですけど、うん、ここら辺がもう本当変わってるんで一回アイロンしますね。はい、ということでメテオが入ってるんで脱水集合ですね、しててあげるといいかなと思います。温度は200度でさささっと色が落ちないようにさーっといきます。とはいえ色もかなりクリアな色を重ねただけなんで、そんなに色落ちとかもないと思います。カットもそうですけど、アイロンもこれこれって感じですね。あ、です、いつも見て、いつもこれ YouTube で見てて、ハサミの、ハサミと櫛が当たる音、あれが心地いいですよ。あれね、よく言っていただけることが多い。まさにそれだ。あれはなんか心地よく、心地よくて、うん、若干切れ毛があるんですよね。でも少ない方だと思いますよ。めっちゃいいと思う。私の髪が強いってことです。結構しっかり強い、2回追いブリーチをする時も反対されたんですよね、あんまりおすすめしないっていうなんか結構いろいろ反対されますね。そう、まあ、絶対もう切れ毛は確実だし、ね、ちょっとって言われたけど、でもせっかくだからやってみたいって言ってやりたいことはやった方がいいんですよ、ね、やってみたらそうでもないみたいな。実際そういう場合の方が多いですか、でも絶対私はもう本当にノット商品が、ありがとうございますよし、結構ね本当にでも使い続けて変わったって言ってくれる人多くてありがたいですね、そう。しかもやっぱ全国からご注文いただけますね。そうですよね、もう最近シャンプーの欠品とかはなくなる。最初の頃シャンプーもない時があって。そうですね、ありましたね。できればまとめて買いたいので、そう、何かが一個ないと、わあ、じゃあもうちょっと待ってみようかな。そうそうなんですよね、うん、工場の人たちがもうヒーヒー言ってるらしいごめんなさいっつって言われました、発注してる工場の人に、急いでください急いでくださいっつって、また欠品ですかまた欠品ですかって言ったら、いやもう一応悪くないですって言ってました企画外にそんな販売が伸びるからもううち多分手一杯やってますすいませんって欲しいことですよね、電装料いいですね、はい、今結構この金木犀の香りが流行ってるじゃないですか。流行ってますね、他でもいっぱい出てるけど、でもやっぱ違いますよね、この香りがいいですよね、これでもぶっちゃけ金木犀ではない気もしないでもないんだけど、いい匂いですよね、いい匂い、そう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 、ちょっと金木犀でありながらフローラル的な、あ、そうそうそう、あ、表現上手ですね、そうなんですよ、あの金木犀ではないけどいい匂いなんだっていう、でも確かに金木犀テイストもありつつみたいな、ほんと酸化した匂いにならないですね。あ、そうなんですよ、本当にそこがねやっぱ良くて、しても他のってこの夜っていうか夕方とかになると、そうそうそう、油っぽい匂いになりますからね、量取ったからこの内側のシャドウの部分ですねがかなり出てきて相当いいのと、あとはよし、プチ変化、色も少しホワイティーにしておいたのと、一番はカットですね、見えない見えないですよね、ない、はい、すみません失礼します。そう、シャドウの部分が全然なかったんですよね、今日いらっしゃったときって、あの要はハイライトの暗い方の部分ですね、ハイライトされてない方の部分がやっぱりあんま見えづらくなってたんで、そこをちょっと量取ってそこら辺が結構見えやすいであるのと、あとはもうシルエットですね、はい、じゃあ行きましょう、こうです、お、すっきり、すっきり、襟触ってみてください、そんなザラつきもなく、はい、でもなんか 薄くなったっていうか、そうなんです、肌に近い密着感、こうすると一個いいことがあって、首ここまで見えるんですよね、
長く見えますね。そう、今まで今日はすごい襟足が長かったんで、うん、それを少しパッとタイトにしてあげたっていう感じで、すごい頭の形がこうなると、うん、身長がここに上がった風に見える、顔の位置がこう上に上がった風に横から後ろから見えるってスタイルがよく見えるっていう感じです。ここが本当にこの角がなくなりました。うん、すっきりしました。長年の悩みが良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。荒牡蠣のカットと一緒です。牡蠣牡蠣結構本当に知ってくれてますね、うちの。ありがとうございます大ファンだ。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ではじゃあ、まずショートのカットですね。襟足を、襟足の処理。大体難しいんですけど、どうしても襟足の下の方に生えてる人とかもいるし、まあいろんな生え癖の人もいるんだけど、それを補正するような襟足のカットと、ショート上にボリュームを持たしたハンサムショートの切り方。あとはまあ綺麗にねベースがすごいハイライト入ってたんで、そちら色入れを、クリアベージュとクリアピンク、クリアシルバーで作ってメテオでツヤを出しました。はい、そんな感じでいい感じになったじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。はい、本当に今だったのは。あ、よかった。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。以上ですね。はい、お食べましょうか。この辺のシャドウが出たのがかっこいいです。うん、これも結構ボワボワしてる。なんかどこかのサイトから拾った時にこんな感じな髪型があったんですよ。大変だったかな、うん、でそれを写メして見せて、うん、こんな感じにしたいって言ったんだけど、うん、なったことがなかった。なりましたね。なりました。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様で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 す。チャクラアングル NG だ。NG 出ます。足長い。キンズの美女2人で。フクちゃんが降りるの必死だ。落ちます。本当だよ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。来週コーチです。はい。はい。カット好き。はい。コーチ好き。わかりません。行ったことない。わかりません。いいじゃないの。どうですか最近は。何がですか。元気ですか。疲れてます。やめとけ。疲れてる。満身創痍。満身創痍。俺だよ。手が切れました。かわいそうに。結構えぐい。切れ方しました。あ、なんか私のせいみたいに言いましたもんね。言ってない。岩崎からもらったグラスが割れました。言い方しちゃって。大丈夫、永久保証グラスだ。なんで私があげたんです。なんと送り返すと新品になって戻ってくるっていう高級なグラスをいただいてるんで、ありがとうございました。ガラスでしたっけ。ガラスじゃない、陶器。陶器なんだ。なんだろうね。なんか結構黒。俺鉄だと思ったんだけど、最初。黒いですよね。うん。なんだろう。鉄の器ってなくないですか。だって一生使えるんで喋るじゃないですか。はい。すいませんでした。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。なんで映すんですか。